いらっしゃいませ。心なき。なんか最近すげえ心なきに話しかけちゃう。心なき。あ、さっきのあれ、え、あの右左に止まってたあの黄色い車ある心なきでした？うん、心なきだったと思うけど。心あるんかと思ってた、あれさ。俺もなんか動きがね、ここ。ああ、あれ、ちょ、ちょ、ちょ、めちゃめちゃあったわ。めちゃめちゃ心ある。めちゃめちゃあった、心。心がねえのはてめえだろ。だって、この車は心なき乗ってるの見たことないもん。いや、確かにな。ちょっと蛇行してるなと思ったら。こいつは今日発売の車ですよ。これってあれですよね、カステラ。カステラだよ。買ったんだ。かわいい。これ、リバリーめっちゃかわいいですよね。え、マジで？うわー、それ聞いちゃうとな。カスタムを見ようと思ってね。うん、どうぞどうぞ。え、これ普通車ですか？普通車のコンパクトやね。買っていいですか？今度。買っちゃいますか。いやいや、全然いつでもいいんで。リバリーかわいい。かわいい。なんかあの、ヒゲのおじさんみたい。写真に上がってた、聞き取り線みたいなあれめっちゃかわいかった。あ、これか。え、違うんじゃない？違うかな。え、リバリーめっちゃある。22種類あるよ。え、そんなにあるんすか。テンション上がるな。かわいいな。性能はまあ、いや、え、いいの？結構高いと思うよ。ぶっ壊れ。さっき乗ってる感じだと早いんだけどね。あら、乗りたいかね。いいですか。かわいい。これってもうまとめて仕入れされてます？いや、そう、あの斉藤モーターさんね、1台。あ、加速いいね。あ、まあ、コンパクトカーな感じじゃない。あ、ブレーキが悪いかな、ちょっと滑りすぎかな。あ、坂弱そう。マックスからゼロになるまでの、ここら辺から。おん、坂だとちょっと馬力不足を感じるかな。あら、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 喉がうさぎさん潰れてますよ。あちょっと馬力がちょっと弱いかなって言われ。でもいくらなんですか？ちょっとね、趣味性が高いから4000万なんで、ね、ちょっと高いんだこれ。ちょっと高めなんだ。趣味車だね。趣味車なんだ。なんか趣味性が高いから4000万にしたって書いてあった。これコンパクトっていわゆるそのなんですか、軽自動車ってことなんですかね。軽だね。軽か。ガルウィングの軽いいな。前にあの格好で教室に入って殺されるかと思いました。いや、ラビット関根さん。関根でしょ。ええ。ラビット関根さん、一瞬で受け入れた。関根だったんだ。あ、吹きます。あ、だから黄色にしたんですね。どうでしょう。カステラ。何が？あ、カステラだから。いや、全然違うけど。あ、違う。全然違うけど。下半分茶色くしてカステラっぽくするためじゃない。なんでそんなことしなきゃいけねえんだよ。カステラって名前だから。鈴カステラみたいな。ちょっとこれあのエンジンスワップで、何が乗るか確認してもらっていいですか？わかりました。はい。イッシーと一緒？イッシーと一緒。あ、大丈夫ですか？あ、数字見ます？数字見る。はい。初速速いんだよ。あれに似てる。GB200 に似てる。何これ？バッテリー入ってる。バッテリーは入ってるか、どの車も。そうですね、 V8 の 4.3 まで乗るやつで、V8.4.3 が、パワーが6上がってスピードが20ですね。で、重さは208アップです。あ、でも 4.0 は重さ203アップの、パワー2アップ、スピードは25アップです。どっちにしろパワーは前上がらないのか。そうですね、マックス6ですね。その25上がっていくつ、あの数字自体。212です。 212？ はい。あ、じゃあ200いくんだ。そう、あ、そっか、これ純粋にあれだ。それ純粋な速度だよ。速度なんだ。そこから重さとかを引く感じだから、まあ200乗るな、それは。
了解です。そうですね、はい、じゃあ乗せません。はい。まあまあまあそうです、ね。いや、そう見てもらっただけなんで。そっか、あれ普通に純粋にスピードなんだ。あ、間違えた。これ今エンジンそこ出ちゃってるのにどうやって走るんだろうか。いやでも最近エンジンスワップ自体その必要性があるかどうかっていう話もあるからね、やっぱ。また別のとこで短期バイクする感じですか。そう。いい、ありがとうございました。どっか店長がいるお店にバイトに雇ってもらいに行って。そっか、店長いないと。こんにちは。あ、大川さん。お疲れ様です。試乗会？ましたよ、ありがとう、ね、試乗会。あ、今日試乗会か。それに行ってましたさっき。あ、どうでした？なんか面白いのありました？え、面白かったですよ。で、行きたいな。そのバット。車買う？なんかすごいチューンが好きそうなやつあった。バットモービル？あ、そう。え、マジで？ボテボテにしちゃいたい。タイさん、はい、今日試乗会があってバットモービルっぽいのあったらしいですよ。あー、なんか断り外のが結構あるって。さあ、まだやってんのかな。おはようございます。頼まれたい。はい、ありがとう。なんか今日かっこいいな。ありがとうございます。あ、何の格好なんだ。これ執事です。あー、なるほど。お帰りなさいませ、お嬢様。おー、いいな。魔法少女カフェでバイトしたらどうだ。魔法少女カフェって羊雇ってるんですか。なんか羊みたいな格好してるお師匠様らしいけど。お師匠様。お帰りなさいませ、お師匠様。へえ、ちょっとなんかわかんないですね。ん、なんか要は魔法少女の。ああ、そういうことか。そう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 、師匠。へえ、師匠なのかな。師匠ってなんかイメージ違うんですよね、うん、私の中で。仙人みたいなイメージあんだよ、オルカの中では師匠。なんだろう、マスター。お帰りなさいませ、マスターとか。かっこいいな。でもちょっとロボット味あるな。ねえ、ロボット味？うん、マスター。ああ、マスター。ああ、なるほどね。うん。AI 的なね。今、あれか。こっちで乗ってた。あ、帰ってきた。あれが新しいやつか、カステラ。あ、そう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 。かわいいな。かわいい。おはよーい。あ、おはようございます。かわいいな、これ。っていうか、ピクル、この後ろの工程の使い方めっちゃうま。いや、これやられたんだよ。いや、うまいな。嫌がらせでやられたんだよ。ステッカーの使い方本当だ。ゲンドウみたいになってる。そう、本当だ。あ、ニトロって言ってませんでしたよね。大丈夫ですよ。ニトロ大丈夫。はい、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうね。あ、ルルさんも買ったんですか。これ買いました。うわ、早いな。早速やっぱあれですか。あ、ちっちゃってた。何ですか。あ、カステラって名前だから黄色にしたんですか、うん、え、違う、これデフォルトで黄色だった。あ、そうなんだ。ってことかな、多分。いや、私大川さんに買ってもらって持ってきてもらったんですよ。はい、そう、それで黄色でした。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいます。修理全修理終わらせます。誰。あ、あ、お帰りなさいませ、旦那様。うぃ。あ、市長さん。いや、市長じゃない。市長じゃないです。あ、わかんないか。市長にしてはちょっと顔四角すぎるな。いや、ゲットワイルドの PV の小室哲哉だ。これですね。結構自信あるんやけどね、これ言われたらなんか。あ、じゃあ市長はゲットワイルドの時の小室哲哉だったんだ。あー、そうだね。あー、なるほどね。90年代って感じの格好してるわ。てんてんてんてってん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 。やばいやばいやばい。バイト先の先輩みたいな感じで立ってる。買います。あれ、え、じゃなくてそっちじゃない。え、あ、いや、そっちじゃないよ。あ、いや、単純にその修理終わったら、はい、あの、またあれを頼もうと思って。ああ、あの、付け替えを。あ、わかりました。ジフリ、これかっこいいでしょ、この車。あ、白いですね。グレーですね。いや、色じゃないね。あ、そう、かっこいい、かっこいいですね。今の色しかないの。今の受け答えまずいだろ。やばくない。これかっこいいだろ。あ、白いですね。終わってるやろ。いや、本当に絶対あかんて。この平べったい感じ早いんでしょうね、多分。いや、マジでこっち系の車マジ買わないんですよ、俺。ネタ的なやつを買うってこと。あ、いや、ネタって言わないでください。まあまあまあ、ネタ的なものを買います。なるほどね。いや、なんか この系の車と俺全部一緒に見えちゃって。あ、いや、まあ分からんことはない。うん、初めてその
AKB48 見たような感じの感覚に陥っちゃうんですよね。全部同じ顔みたいな。それはそっちにディスが行くやん。あ、そっか。やばいね。あ、でもお尻かわいい。モームスでギリギリだったんよね俺。わかるわかんない。もうモームスは区別ついたんだけど、 AKB 最初見た時マジで区別つかなくて、いやもう喧嘩とかじゃないから、俺が思った俺の感想をただ言ってるだけだからな。こっちでやりますよね。あのね、ごめん、ちょっと車買うっていう人が出てきたから、あーちょっとまた後で頼むわ。わかりました。俺も買おうかな。なんか車悪くないよ。本当ですか。まあ、積載がね全然ないからあれだけど。なるほど。お、危ねえ危ねえ。じゃあ、はい、ちょっとまたちょっと後で。はい、全然いってらっしゃい。旦那様、私エリートなもので誰よりも深く反省します。その前にやめてくれよエリート。申し訳ございません。エリート羊に J? J です。 J なんだ。はい、名前変えてる。私が女の子に呼ばれたい呼び名ナンバーワン J です。あ、そうなんだ。呼ばれてる。欲望と。いいんじゃない。でも、はい、コードネームっぽくてかっこいいじゃん J って。ああ、いいですね。うん、ジェフリーの J みたいな。何でしたっけ。うん、ああ、分かった分かった。メインブラックでしょ。ああ、そう、メインブラック。おお、うん、言ってたもんね。なんか K とかさ、 J とか。そうそう、それか。うん、いいよねあれ。あ、それではないんですけど。違うんか。じゃないかい。そしたら私多分ウィル・スミスみたいな格好してくると思うんで。J だもんね。あ、どうされました。あ、バイトリーダー。どうも。あ、すいませんよ。ジェフさん、お待たせしました。あ、わかりました。すぐ行きます。ちょっと待ってくださいね。なんか黄色い可愛い車がある。買います。今日出たばっかりですね。今日出たばっかりですか。これ買います。いくら4000万ですね。乗ってみますか。仕事してるな。ちょっと考えておきます、これ。ええ。買います、これ、ノーマルでね、170ちょいまで出るんですけど、なんかちょっと噂によってエンジンスアップしようが、200はギリいかないっていう話ですね。ああ、なるほどね。うん、ただまあ、C 体で考えたらね、小回り効くんで。かっこいい。ええ、いつでも連絡ください。いつから引っこ抜いてくれ。わかりました。懐かしいな、これ。多分冬まで乗らねえもんな。いや別に乗ったっていいんだけど、はいはいはい、乗ったっていいんだけど、普通に考えると冬まで乗らないし。これって大佐が一番最初にこのリム変えたんでしたっけ。あ、そうだね。ですよね。うん、懐かしい。タイヤつけてみたやつね。そう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 。結局 2,3 回しか乗らなかったな。そうなんだよ。あの、それ一人乗りがちょっとね。あー、これサス3ついてるんですけど、それも取ります。あー、取ろっか。わかりました。それ2人乗りできたらすごいいいんだけどな。あー、まあ確かに確かに、そうそうだそうだ。メタルギアごっことかできないんだよそれ。だからラストシーンですね。1人乗りだからメリルか、あのオタコン乗せてとあれ、これアーマーって取っていいんでしたっけ。アーマーはね、取っちゃダメ。ダメですよね。じゃあターボチャージャーまで取りますね。えい。ちょっと手持ちにあるかどうかだけ確認させてください。エンジン4、ブレーキ3、トランスミッション3、サスペンション3、ターボチャージャー取りました。うん、どうぞお直しくださいませ。直すって方言だからね。あっやらかしてしまった。なんて言うんだろう。え、本来東京ではなんて言うんですか。いや普通にしまうんじゃない。あ、しまう。標準語だと片付けるかしまうか。ああ難しいですね。ただ直すは方言つっても、うん、使ってる範囲がめちゃくちゃ広いんだと思うからな。ああ、西半分。別に、そうそう、だから別にその四国の人、九州の人とか何県の人みたいなんじゃなくてさ、はい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 、西側全体でが直す、うん、直すっていうから。大佐、このサスは、うん、入るのこれ。え、あ、サスつけます。3。あ、つけてみて。わかりました。試しに3でいいや。と
搭載中になってるんで多分つけれますね。はい、つけました。はい、請求します。はい、よいしょ。これでどうだろう、これで速くなったのかな。お、乗る？いいですか？速いのかな。いや、初速速いんだよ。出だしは速いね。速いですよね。まあ、レースとかで有効なんですかね。まあ C 帯でも最近速い車どんどん増えてるからね。 C 帯今結構あれですよね、群雄割拠というか、うん、そうだね。ああ、でも速いね。180いく。でもスワップしても200いかないっていう話だからな。まあ、まあ、確かにこの状態でマックスまでや、うん、180だもんね。要はこのままで重量感増したいときはスワップするみたいな。でも別にこれどうなんだろう、重くしてなんか意味あんのかな。そのなんすか、地面との なんだろうな浮きにくくなるからみたいな、うん、あるんですかね。めっちゃドリフトするけどこれ。滑りますね結構。案外ドリシャなのかな。ドリシャか。ほら、あー、結構、ま、曲げられるね。こうやるとさ、はい、こうやって走るからさ。本当だ。めっちゃドリシャみたいな動きするんだけどな。スピンコブラみたいな感じで。すごいな。すげえ。え、これで前に進むんだ。一応進んでってるけど。いや、でも体感速いな。なんか低いから体感がすごいね。体感すごいですね。お、体感速度がやばいわ。サウタ号だ。あのカラーリングいいな。若葉カラーだ。タバコやん。タバコ。タクシーみたいだね。若葉じゃなくメロンパンっぽくないですか。なんかタクシーみたいだよ。え、タクシー。上にそれついてっから。あ、これちょっとトサカ、トサカついてるから。そう、メロンパン号にした。え、かわいい。メロンパンナちゃんっぽいね。かわいい。思ったより車高低いから体感スピード速くて、うん、ちょっと面白かったよ。でも結構お尻滑りますねこれ。あ、滑ったね、うんうん、ドリフトさせて遊んでた。車ボロボロやん。うん、あ、ジェフさん、ニトロをちょっとぶっ刺して。あ、わかりました。え、フルカスしたんですか。ニトロめっちゃお尻浮きそうこれ。飛ぶかな。え、てかフルにしたらお尻浮いて一回転しないですかこれ。いや、どうなんだろうね。前エンジンやから。え、これ前エンジンじゃなくない、後ろじゃないの。後ろですね。あ、そっか、前トランクだ、うん、そうそうそう。はい、こうか。おお、怖っ。怖っ。え、本当にこれで180なの。もっと速く感じるんだけどな。いや、めちゃめちゃ速く感じるんですけどこれ。めちゃくちゃ、え、本当かなこれ。え、体感ってそういうもんな。うわー、ちゃん、体感ってそうなの。え、スピードメーターが下げられることってあるんですか。いやー、なんというかデータだからないと思うけど、なんかちょっとな、めっちゃ速く感じるんだよな。めっちゃ速く感じるけどな。めっちゃケツ浮く。吹き飛ばされてるみたいな走るな。あ、でもこうエンジンスワップしたらこれが浮かずに、浮かないかもねって感じですよね、うん、多分そういう効果があるのかな。おお、あ、お客さんか。ちょっと行きます。直します。いや、いいです、大丈夫かな多分。修理代も高いですから ねそう、節約しないと。赤色になるまではまだ走れます。本当に飲食はもう全然わかんねえから。なるほど。なんかないパーツあったかな。それじゃあすいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。